波陽と杉部清美だったら知らないんだね。あらあら、今入ってあるけど。残念でございました。ちょっとね、休園日やってやめていきましょうか。火曜水曜日は二上パークは休園でございます。みんな入っていってあるんですけどね。笠戸がありますけど、どこあったかね。笠戸は遠いな。笠戸までやったら10分以上かかるか。10分ぐらいかかるね。二上パークがね休園日なんで、ちょっとね撮影したんだけどね。全然泣いてないね。この水草なんだろうな。なんかお地蔵さんやけどね、もう形がわからんぐらいね。地蔵さんやね。ああ、ちょっと読めんな。いいね、このゲゼリ。笠戸もありますね。何700m。まあ10分ぐらいからまだ。700mだけど、どっか裏道があるんだけどね。裏道から行きましょう。いいね。固まったんやけどね。作り酒屋がね。こうかな。真正面かな。いや、このはずやけどね。あの山ね、生きてえな、これ。全然入るとこないもんね。はい、これ。なかなかいい、ま、ね。路地裏っていうか、町並みっていうかね。これやったかな。ちょっと自信がないな。どうやろう、思い切って行ってみようか、こっちを。なんか雲の巣に引っかかったよ。あれ行き止まりでございます。あの辺やけど笠戸ね行きまへんな。ここちょっとミスりましたね、これ完全に。もうこれ以上上がるともう裏ルートはないね、どう考えてもね。動画分かりませんでしたね。だいぶ調べたけど検索出てこない。残念でございました。こんな急ごうか。もう時間がないわ。もうほぼついてまうかね、これ。水いっぱい流れてるね。以上から見えてますね。小田木が見えてますね。ここでございます。入るよね、これ。はい、これ笠戸でございます。これもともと橋1本やったんですけどね、今横の突っ張り棒がね、突っ張り棒がつらんだけどね、こんなんね、あらら下もだいぶね補修してありますわ。補修もしてある。一本の柱でね、上はちゃんと瓦を吹いてあるからね、すごいんですけどね。はい、どんな言われ方か見てみましょう。あら、看板が新しくなってますよ、これ。これ、真鍮一本で、総けやけで、この、江戸時代前期、郡山藩のちょっと読まれへんな。ちょっと読めないね。こっちは読めないか。ちょっとね、今の漢字よりも難しい漢字やからね。なんだ。登るときは裏道わからないんだね。はい、こう奈良盆地が奈良の若草山見えますね。ぼんやりぼんやり見えますわ。いやちょっといやわからなんだな、勘違いかもしれんな。見えた思ったけど、おこれいいね、これ。ここね、ヒノキ林です、これ。あれ、これ感じがいいの、こう。これ以前歩いたことあるんだけどね、これ。こんな感じよかったっけ。先ほどの裏道はどこやったんだろうね。さっきの裏道は見えんね、ここから。ここにあるね、これ大きな紋章が。いや、この道じゃなさそうやな。この道ではちょっと違うね。これ違うね。なんか遠回りみたいな遠回りだってますね、これ。 2.6 キロ600メーター遠回りで乗りましたね、これ。どうも綺麗やらしいね。今鯉のぼり漁あげへんのかね。昔は鯉のぼりあげたけどね、見えへんな、そういうと。おそらくはね、これはね、左右どっちか、まあなんか右はちょっと違うな。こっち真ん中行ってみ。こうね。はい、わかりました、わかりました。ここですね。これだともうあと300メーターか400メーターあると思うんです。おはようございます。見えない。サツキがいっぱい咲いてますよね、サツキが。はい、帰ってきました。何分ぐらい歩いたんだ？何？